ボディビル。ボディビル、ボディビルディング、英語、ボディビルディングは、筋肉繊維を、ウェイトトレーニング、栄養の摂取、ステロイド、成長ホルモン、インスリン、そして休養を組み合わせることによって発達させる、過程のことである。ボディビルを行う人を、ボディビルダーと呼ぶ。ボディビルダーたちは、ボディビル競技会、コンテストにて、自らの肉体を審査員に披露し、 審査員は、神秘的造形に基づいて、特典をつける。神秘的というのは、胸周りが何センチメートルあるかといった尺度ではなく、全体的な形の美しさで審判するという意味である。悪く、筋肉量、ディフィニション、ディフィニション、皮下脂肪のない輪郭が見える筋肉、バランス、全身の均衡ある筋肉を、パンプアップ、プンプアップ。 ウェイトトレーニングをしたことで血液が筋に送られて充血する筋肉した状態を審査する。そのためボディビルダーは神秘的造形に自身の肉体を近づけるために計画的に筋肉を発達させるのである。有名なボディビルダーには俳優としても活躍したアーノルド・シュワルツェネッガーやルー・フェリグノなどがいる。アスレチックスポーツとしてのボディビルは11世紀の インドにまで遡ることができる。そこではアスリートたちが、ナルと呼ばれる木の棒の外側に石をくくりつけた、ダンベルを使用していた。筋肉を披露する異芸としてのボディビルが誕生したのは19世紀末のことである。この時代にボディビル競技を推進したのが、近代ボディビルの父としばしば評される、ドイツ、当時プロ市出身の友人サンドウ、ユルゲンサンドウともである。 参道以前にも鍛え上げた肉体を見せ物にする大道芸のような文化はあったが、これは重い岩を持ち上げる、鎖をちぎるといった力の強さを見せるものであった。参道は古代ギリシャローマの彫刻を研究し自分の肉体を鍛錬によってそれに近づけることを目指した。これによって彫刻などで具現化された肉体の美が想像のものではなく、 実際の人間の肉体で表されることを証明したことが賛同の功績であり、競技の概念の起源である。賛同は最初に運動器具、マシンドダンベル、スプリングプーリー、テンションバンドを発明、販売した。1901年9月14日に賛同は初めてボディビルコンテストを開いた。そのコンテストはグレートコンペティションと呼ばれ、英国。 ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催された。審査員は、チャールズ・ローズ卿とアーサー・コナンド・イル卿が務めた。コンテストは、大成功を収め、勝利者には彫刻家、フレデリック・ポメロイによる賛同を模したトロフィーが与えられた。このトロフィーは1977年から、ミスター・オリンピアの優勝者にも贈呈されている。20世紀初頭、ベルナール・マック・ハッテンとチャールズ・アトラスが、 サンドに引き続いてボディビルの普及をし進めた。シンメトリーやディフィニッションによりサイズの大きさが優先されて評価されるようになった。現代では1940年から1970年はボディビルの黄金時代と解雇されることがある。トレーニング技術が発達し出版物やコンテストが増加したのもこの時代である。この時代のボディビルは 米国カリフォルニア州のサンタモニカのベニスで特に盛んであった。マッスルコンテストとして、ベニスビーチの屋外トレーニングジムの近くで5月の最終日曜日のメモリアルデー戦没昇兵追悼記念日、7月4日の独立記念日、9月第1月曜日のレイバーデーの年3回開催され、男、女、マスターズ、35歳以上のボディビル部門、フィジック部門、 男、フィギュア部門、女、ビキニ部門、女に分かれて、ビーチに似合う体を競うカリフォルニア最大級のアマチュアコンテストであり、米国内だけでなく海外参加も多い。人気が高まるにつれ、アマチュアアスレチックユニオン、AAU が1939年に、ボディビル競技会を既存のウェイトリフティング競技の一つに、加え、翌年には、この競技会を、 a a u スター・アメリと命名した。しかし、AAU はアマチュア競技者のみを許可し、ウェイトリフティングのオリンピック競技を重視したため、多くのボディビルダーの反発を招いた。1947年第1回世界大会開催。これをきっかけに、ベンとジョンのウィーダー兄弟がを発足させるに至った。i f フブ・ミスター・アメリカは、プロも参加可能なコンテストであった。 1950年にはが、ナバ・ミスター・ユニバースコンテストを英国で開始した。これと双壁をなすミスター・オリンピアの第一回は1965年に開催された。現在、ミスター・オリンピアはボディビル界で最も栄誉あるタイトルになっている。当初はそのコンテストは男性限定であったが、1965年にナバはミス・ユニバースをコンテストに加え、 1980年にはミスオリンピアが創設された。古代を舞台にソードサンダル、ケントサンダルを着たヘラクレスやサムソンやケント氏を題材にしたスティーブ・リーブス主演の映画が1958年から1964年にかけて制作され、ボディビルダーの姿を見た欧米の観客が影響を受け、ボディビルのトレーニングをするようになった。アーノルド・シュワルツェネッーも ーーブスの主演映画をを見て、ボディビルダーを目指したと1970年代までにボディビルはアーノルド・シュワルツネッカーと1977年の映画鋼鉄の男パンピングアイアンにより大きな市民権を獲得するようになった。この時にはアイフブがボディビル界を統括しており AAU はその後陣を廃した。またこの時代には アナボリックステイロイドが他のスポーツと同様にボディビルにも浸透していった。1981年第1回ワールドゲームズアメリカ合衆国サンタクララワールドゲームズ1981から非オリンピック競技としてボディビルが競技種目として採用されワールドゲームズ1985ワールドゲームズ1989 ワールドゲームズ1993、ワールドゲームズ1997、ワールドゲームズ2001、ワールドゲームズ2005、ワールドゲームズ2009で公式競技種目として開催される。このような状況に対し国際オリンピック委員会のメンバーに認めてもらうため、アイフブは数種のステロイドホルモン剤と他の禁止薬物にして厳格なドーピング検査を導入した。2000年代初頭。 アイフ部はボディビルをオリンピックの競技にしようと試みた。2000年には IOC の会員となり、オリンピックの正式種目として採用される可能性のある公開競技としての開催が試みられたものの、結局は成功に至らなかった。この背景には実際のコンテストで運動競技のような記録がないことから、ボディビルはスポーツではないという主張するものが、 存在していることや、ボディビルでは、オリンピックの競技で禁止されているアナボリックステロイドの使用が不可避であるとの根強い誤解がある。これに対して支持者は、ポージングルーチンには、他のスポーツと同じ、ウニギノート準備が必要だと主張しており、依然として、論争の的になっている。ワールドゲームズも、日本ボディビルフィットネス連盟によると、ドーピング違反のためにワールドゲームズ2013では、 ボディビル競技は実施されず、ワールドゲームズ2017でもボディビル競技の実施予定もない、2013年8月現在。アジア競技大会においては2002年不山大会から正式種目に採用され、次の2006年ドーハ大会でも正式種目であったが、アジア大会の被大化を受けて、アジアビーチゲームズに移行されることとな、2008年アジアビーチゲームズ、 インドネシア・バリ島、2010年アジア・ビーチ・ゲームズ・オマーン・マスカットでは、正式競技として行われた。2009年にアジア・ボディビル連盟、アブフが、アイフ部から除名される事態が生じ、新たに、アジア・ボディビル・フィットネス連盟は、アイフ部の一員として、アフブフに加盟することになったが、ビーチゲームを統括する、アジアオリンピック競技会は、アブフを、承認団体としているため、 JBBF は2010年アジアビーチゲームズには参加できなかった。一連の内紛の影響で2012年アジアビーチゲームズの実施競技からボディビルが除外されている。しかし日本ボディビルフィットネス連盟によるとアジアボディビルフィットネス連盟はアジアにおける正式の団体としてアジアビーチゲームズに2014年から復帰予定とのとである2013年8月現在。 日本のボディビルは若き竹丸に始まる。若木は友人参道の著書に刺激され、1938年、海力法並みに肉体改造体力増進法を出版した。1952年福島県で第1回日本大会開催。1955年頃から当時人気のプロレスと相まって第一次ボディビルブームが起こり、広くボディビルが普及した。 同年10月には日本ボディビル協会、現在の日本ボディビル連盟 JBBF が発足し、1956年第1回ミスター日本ボディビルコンテストが行われた。1967年にはイフブ世界大会に日本選手を派遣し、日本ボディビルが本格的に国際化する。その後もイフブやナ o の国際大会で日本選手が相次いで 好成績を収めている。末光健一が1972年アイフ部のミスターユニバースショートクラス優勝。須藤光三が1975年1976年。ナバミスターユニバースミディアムクラス優勝。杉田シベルが1976年ナバミスターユニバースアマチュア部門ショートクラス優勝。1981年。アイフ部ミスターインターナショナルミドル級優勝。 1982年日本ボディビル協会が日本ボディビル連盟に改組しアイフ部に加盟。1983年には初の女性ボディビル全国大会であるミス日本コンテストが開催された。飯島ゆりえが1988年女子世界選手権 52kg 一下級優勝。ワールドゲームズ1993に。 日本選手初参加、広田俊彦が1997年、ワールドゲームズボディビル部門ライト級優勝、水間栄子が1997年、ワールドゲームズボディビル部門 52kg 以下級優勝、2002年、アジア競技大会に日本選手初参加、小沼俊夫が2002年アイフブワールドアマチュア、チャンピオンシップスマスターズのライト級優勝している。アジアを対象とした。 ボディビル大会の優勝者は数が多いので記載を省略する。2003年、山岸秀国がアイフブプロカードを日本人初取得。2012年6月19日現在のボディビル、連盟登録選手の競技人口は男3160人、女323人で、国内最大の大会の日本ボディビル選手権でも賞金白福賞として、 プロテイン1ヶ月分が授与される。2013年4月、社団法人日本ボディビル連盟は、公益社団法人日本ボディビルフィットネス連盟に、改称した。2013年アイフ部男子世界、アマチュアボディビル選手権、大会 70kg 級で、田代誠が、第3位で、日本に17年ぶりに、メダル表彰された。2016年アイフ男子世界、アマチュアボディビル選手権、 大会8 0ラム級で鈴木正が勝ちした。高校生以下のレベルも上がり相沢隼人が2017年アイフブ世界ジュニアボディビル選手権大会で7 5ラム以下級第5位になった。国際大会では肌を黒く見せて筋肉の陰影をはっきりさせるために褐色の色を大会前に肌に塗る。前日に塗るのは 肌の角質層に色を沈着させるためだが、沈着するまでは、色が他に移りベッド等を汚すので、シーツの上にビニールシート等を敷いて寝る。ボディビルディングと薬物との関わりは、他のスポーツよりも深く、1960年代に薬物の洗礼を受けたと言われる。その結果として、ボディビルダーは誰も彼もが薬物を使用、ドーピングしてるという、誤ったイメージを持つ人も多い。 現代では、ボディビルダーの二極文化が進んでいると言われる。無制限に薬物を使用し、異常なまでに発達した筋肉で、人々の注目を集めるタイプのボディビルダー。例、アイフブミスターオリンアが存在する一方で、一切薬物を使用することなく、自然なサプリメント摂取と、地道なトレーニングを積み重ねるタイプのボディビルダーが存在する。後者は、ナチュラルビルダーとも呼ばれる。 通常、この両者は同じコンテストに出場することはなく、各々に専用のコンテストが存在する。ナチュラルビルダーが出場するコンテストにおいては、一般的に厳重な薬物検査が実施され、違反者は即失格となる、ナチュラルであることを標榜していても、ローカルなコンテストでは予算の関係で検査ができないこともある。中には、薬物を使用していながら、 使用していないと偽ったり検査で出にくくして、ナチュラルビルダーのコンテスト、筋肉の大きさだけを問うのであれば、ナチュラルの方がレベルが低いに出場する者も,もいるため、検査項目にポリグラフ、嘘発見器を使用しているコンテストもある。薬物使用ビルダーが薬物大量摂取による後遺症で健康を損ねたり、あるいはそれが原因で死亡することが問題となり、 それで、公然の秘密とされていた、ボディビルの薬物汚染に批判が集まり、検査が実施されるに至った。しかし、コンテストにおける、ボディビルダーを、健康美の対象としてではなく、見せ物と考える観客も多く、そういった人々は、怪物のような肉体を見ることのみ望み、ボディビルダーの健康には、関心がなかった。入賞者に、賞金の出る、プロボディビルダーの大会では、 工業のためにそういった観客の需要を無視することができず、薬物検査をせず、案に薬物使用を認めることになった。一度は薬物検査を実施しておきながら、その結果コンテストが不人気になってしまい、あてて薬物検査を取りやめたプロの大会も存在する。かつては薬物使用会コールプロのコンテスト、薬物使用不荷イコールアマチュアのコンテストという図式が、 あったが、薬物検査を欺く技術が発達したため、現在では、アマチュアコンテスト出場者であってもナチュラルビルダーとは、言えず、単に、プロライセンスを持たないもののコンテストという意味になりつつ、ある。また、最近の健康志向の風潮から、ナチュラルビルダーに対する評価が上がり、プロのナチュラルビルダーというカテゴリーも存在するようになった。薬物仕様。 ドーピングをどれほどまで許容すべきかという論争は、ボディビルディングにおいては、多少は許容すべきという意見があれば、一切排すべきという意見もある。ドーピングは筋肉の発達を促すが、かつてオリンピアで伝説とまで称されたセルジオリバは薬物により得られる効果に否定的だった。彼は生涯で一度ステロイドを使用し、確かに本人が考えていた。 以上の筋肉を得られたものの、筋肉がつきすぎる、美しくないという理由で使用をやめたと語っている。アイフ部に出場経験のあるビルダーが告白した内容は衝撃的であった。山盛りの成長ホルモンに山盛りのステロイド。信じられないほど、たくさんの蛍光薬と注射薬を毎日使用しているとのことである。カキワの使用例である。は、 プロの世界では耐性することはなく引退したのだが、もしかすると、プロの世界ではこの程度の薬物ではどうにもならなかったのかもしれない。と発言している。2006年のアイフブオリンピア出場選手は薬物に年間平均10万ドルの支出であるとのこと。ニューヨークポスト2013年10月23日配信のニュースではステロイド仕様が 女性の男性化をもたらした様子を物語る報道がなされた。返して女性ボディビルダーのキャンディス・アームストロングは仲間の勧めでトレンボロン、ステロイド剤の服用を開始したがすぐに1日の投与量を超えて依存症となってしまい、以後2年間使用を続けた。その結果としてまずはニキビやヒゲに悩まされ、そして骨格が大きくなり、男のような歩き方に変わり、最終的には 彼女の陰角が長さ1インチの陰形に成長してしまった。という内容の事例が扱われた。未来モンスターで2017年11月5日の177回と2017年12月24日の184回で高校生ボディビルダーの相沢隼人が日本大会優勝し世界大会出場の様子が放送された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。